私はここ第2東京都第22区の国政改革委員鈴木美香と申します。第22区は狛江市、調布市、三鷹市です。寒い中たくさんの皆様ありがとうございます。これもありがとうございます。これも本当にご縁なんです。私は党の拝命を受けてこの22区に国政改革委員としてやってまいりました。6月から政治活動を始めて、毎週三鷹と調布と狛江の3カ所を回りながら金曜日と日曜日に凱旋をしてました。最初は全然誰も知らなかったです。でも徐々に実はもうこのね、地元の住人重鎮のもう生粋の生まれ育った奥谷整骨院の奥谷さんがずっともう腹をくくって、ちょっと前までは違う党を支援してたけれども、もうこれからは賛成党しかないと、それをカミングアウトするのを勇気を出して毎回ここに来てくださった。それをきっかけでコマラジというラジオの方とつながってラジオに出させていただいた。そしてね、ありがとうございます。そういうつながり、本当に狛江は実は4月の選挙には出てないので、ましてやこのね、日本で2番目の小さい町、それで党員も少ない、参政党も全然知られてない。でもものすごく親しみがあって、近い距離感にあって人を思いやるこの町なんです。そうするとここで凱旋してたら、その地元のつながりが、信頼してる人がいるから、そのなんかつながりでどんどん輪が広がって今行ってるんです。そして信頼してる人の言葉だから素直に聞いてくれて、なんとそこに子どもたちも入ってくれるんですよ。毎回学童帰りの子どもたちとか、中学の部活の帰りの中学生とかが声をかけてきて、ひとしきりここで話して挨拶して帰ってくれるんです。なんか凱旋活動というよりも、なんか町のコミュニティみたいな感じがの繰り広げられていってます。これこそ本来のあるべきこの政治の姿なんだと思うんです。その政治は偉い人が遠いところでなんかわけわからないところを決めてるのではなく、本当に身近なものが、政治家は市民のため、国民の寄り添うことが政治家の仕事ですよね。ですよね。そしてそれが偉い人が遠いところでやるんじゃなくて、その親しみを持って一緒に考えて一緒にそれを伝えていく、そういうことがもしかしたらここからできるかもしれないという思いで、私は本当にもうワクワクしてます。それを、参政党はそういう党なんです。今日もね、中学2年生の男の子が来てくれてます。若い子たち、子供たちの方が純粋な目でちゃんと分かってくれてるんですよ。大人のフィルターのかかった目とか、何かいろんなその忖度とかではない、本当に分かってる子供たちがいるんです、今。それを私たちは何とかつなげていきたいし、その子のたちのための社会を作っていきたい。参政党はただただその思いを伝えるために頑張ってます。もう政治家になりたいとか地位が名誉が欲しいなんて、そういうもの誰もいないですよ。本当にもうただただ日本を取り戻し、子どもたちの未来を作りたい、そういう思いで頑張ってます。だから子どもたちにも伝わるんですよ。そういう純粋な思いにちゃんと応えていきたい、それが参政党です。今までそういう思いでやってきてます。で、先ほどもね、石川芽子ちゃんが言ってました。多いですよね。本当にもう悲しい限りです。全国で29万人、67万人、なんと30歳以下の、この原因は自分の命を奪うことが1位です。もう悲しくないですか。悲しい。悲しいですよ。もうそれなのに少子化で、日本はもともと国土もない、国土もないのに日本が取られて、土地がどんどん取られていってなくなっていく。そして少子化なのに、その生きてる子どもたちが生きる希望がない。もう本当にそれは悲しくてしょうがない。でもその数字の裏には、数字になってない数とか、あとそこで苦労してるご家族とか、もっといっぱいいらっしゃると思うんです。その人たちがちゃんと夢を持って生きれるような社会を作りたい、そのためには何でしょうと思う時にもいっぱいありますけれども、私は教育にあると思います。さっきも先沖さんも言ってましたよね。教育、その戦後の敗戦下の中で、日本というものはすごくいろんな、その統治下の中で決められた、その旧によって政策の中、憲法も職のあり方もメディアのあり方も、そして教育のあり方も大きく変えられました。それは日本の素晴らしさを知ってた、それでそこを変えてきたんですよね。でも
これちょっともうあと1分なので話せないんですけども、それをちゃんと歴史を知ってどういう政策で今日本がこうなったかっていう元をたどっていけば、紐解いていけば、問題が分かれば解決策ができるんですよ。それをみんなで気づいてそれを行動すればね、絶対日本は元の強い日本に戻れる。私たちはそれを信じています。日本のその人を思いやる気持ち、人を感謝する気持ち、ありがとうって思う気持ち、何よりも命の大切さとか、そういうことをきちんと小さい頃から教育で学んでいれば、今の子どもたちがそんな命をね、安易にしたり、人のことを習ったり、自分より弱い人を見つけて自分が優位に立つとか、そういうことではない、本当に大切なものをきちんと日本の教育となる根幹となる精神をちゃんと学べば、日本は元の強い本当に優しい人を思いやるその日本に戻れる。それが今一番大切な根底にあると私は思います。そういうことを参政党は伝えていってます。はい、ただただ日本を取り戻したい、子どもたちが未来に元気になってほしい、その思いで頑張ってます。そういう政党他にありますか？ないですよね。本当そうなんです。この思いをみんなに伝えていきたい、言っていただきたい。そのためには情報を鵜呑みにしないとかいろいろあります。今日時間がないのでまた演説しますので、ぜひよろしくお願いいたします。来年も走り続けますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。